ゾクゾクしちゃうわ。いってらっしゃい。パールカ、今すぐヒバリにヌルヌルするのはやめろ。あら、殺気を出していたのは野牛ちゃんだったのね。そんな妖魔みたいな顔しちゃって。野牛ちゃん、ヒバリヌルヌルにされちゃったよ。ヒバリ、俺が助けてやるからな。助けるですって？何を勘違いしているのかしら。ヒバリは別にヌルヌルするのを嫌がってないわよ。バカなことを。そんなわけあるか。本当よ。信じられないのなら本人に聞いてみればいいわね、ヒバリ。ヒバリはヌル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 。ヒバリ、オイルを塗るのはもう十分？ヒバリ、本当にそう思ってるの？ヌルヌルが、ハルカさんの手が。くばれ、ヒバリ。ハルカのテクニックなんかに負けるな。誰も私のテクニックからは逃れられない。ぬる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 。もういられ。力つくで止める。アルカ、覚悟しろ。いいわよ、かかってきなさい。遊んであげるから。私に興味があるの？気持ち高ぶるわ。どうぞ。300連射高ぶるわ。400連射高ぶるわ。500連射高ぶるわ。ああ、危ないね。それ、どう？高ぶるわ。どう？野牛、マイシノ。いざ無縁のごとくマイチ。私の魅力に覚えを我慢できるわ。酔いしれなさい。気持ちよくしてあげる。デスキ。気持ちよくしてあげる。しびれてたまらなくなっちゃうわよ。こんなことになるとは。思ってたよりも上手だったわよ。
ラギューちゃんも大したことないわね。くそ、ヒバリのことが気になってしまって戦いに集中できなかった。さて、じゃあヤギューちゃんにも特別にオイルを塗ってあげるわ。なんだと。俺はそんなこと求めていない。よせ、やめるんだ。安心して、ヒバリと同じようにぬるぬるにしてあげる。でも普通じゃつまらないから、日焼けしたら文字が浮かび上がるようにオイルを塗ってあげるわ。なんという文字を書く気だ。俺、野牛か。ヒバリのバカなんてどうかしら。額にイカって書くのもいいかも。ひどすぎるぞ。やめろ、やめてくれ。いい評価ね、ありがとう。